新成人人はししにお金をかかけるるがが3割以上もいることが分かりました。リサーチ会社が今年の新成人500人に自身の価値観を聞いた結果自分らしさを大切にすると答えた人が最も多く51%続いて仕事よりプライベートを重視するが42.8%推し活にお金をかけるが32.8%でした。また海外については、 働きながら滞在できるワーキングホリデーへの関心が8.2ポイント伸びた一方、海外旅行は2.6ポイント減少しています。